まこなこです。前回拠点一つここ取ったは良いものの、逆に西の方がこれ取られたというような状況になっているので、今回も西をちょっと全部滅ぼそうかなと思います。まあ、今現在このような感じになっていて、だから結構この緑色の拠点とか兵力強いような気がするので、この辺りね、まあいけるかどうかそこら辺も含めてやっていきましょう。確かここにいる兵がもうほぼほぼ全て整ってはないか。今兵数回復中なので次のターン行きましょう。さてアライアンス同盟またやってきたので、これどうなんだろうな、複数アライアンスあっても問題ないのかな。結構何度も何度も来るんだよね、いろんなところから。これもじゃあ結んでおきましょう。あら、thanks。戦う場所は少なければ少ない方がいいので、では見ていきましょうか。まず前回制圧したこの場所、兵数回復は兵数回復できないんだよねこれね、なぜか分かんないけど。なのでまずリペア、ここら辺やっといて、でここにいるじゃあ兵士は一旦移動させましょうか。でここもどうするかな、下の方行って兵数増やす。でここが回復は終わってるので行きたいんだけど、これはこれ敵だな。じゃあこれ最初倒すところから始めましょうか。うん、中立の立場だったが、そこに対して今ゆっくりと向かってバッサリと、あ、逃げる可能性あるか、いや逃げないぞ。あーでも後ずさりこれ面白いよね、よくわからん後ずさり。ビクトリーというほどの大したことはやってないような気がする。これ星がないな、これどうなんだろうな、この星のマークとかが強さ表すんじゃないかなとか思ってるけど、敵も星はない、圧勝だけど一回普通にまた戦いたいので、前回負けたんでね、勝てるかどうか見ていきましょう。さて戦いになりますが、まあ会話は放っといて、敵まっすぐやってくると思うけど、どうなんだろうな、このまま移動ってのがやっぱりできないのかな。まあできるな、以前ボタン操作間違ってたかも。ボルトキーとセットで移動ができる。で敵が今まだ見えてないけどこっち側にいるんでしょ。あ、これなんだろう、ローマに通ずるっていう道かなこれは。うん、向こうが見えてるね。あ、操作なんだろう、やっぱりちゃんとできるね、他のシリーズでできてた操作は。ボルトを使うのは忘れてた。で兵5人とかいうのもいるけど、あー、どうするかな、弓はいない、どうなんだろう、この弓と剣のマークの部隊いるんだけれども、1回だけなんか槍を放ったら突っ込んでしまうような感じだったので、あんまり使い勝手は良くないんでね。ちょっと遠く行ってもらいましょうか。うん、最初投擲系前出しておいて、簡単な陣形でいきましょう。敵は投擲系はいないようなので、あ、もしくは一人に向かってとっとと槍を放つか。いやでも前回なんであんな風に負けるのかなっていうのがね、全
くよく分かんなかった。多分この陛下そのものが、まあ、そこまで強くないって可能性はあるんだけど。どうなんだろうな、どこ見ればいいか。アタックが8とかになってる。んでもこっち側の槍兵アタック3とかになってるんだけど、全くもって強くない。一方敵は、まあ、敵もアタック7とかか。あーでも敵投擲系っぽいな。ミサイルアタックって書いてあるんで、これは何、ここここまで寄っていくの。ちょっと待って、ここまで寄って大丈夫、こんなマジかまで行ってさ。いやもう投げたかどうか見てないけど、もう突っ込みましょう。なんだろうな、この左側すごい少数の兵が、これなんだろうね、まあもともと兵数が少なかったのか。倒されたっぽいか結構。はい、あーあれ、これなんだろうな、あんまりその奇跡を描いていくっていうのができてるかどうかちょっとわかんないんでね。え、ちょっと待って、これさやられすぎじゃない？この状況。なんでこんな負けてんの？階層がすごく多いように思うけど。これ今中継やってたんだけどできてない。あ、これ描かないとダメなのかな？奇跡を。んーちょっと何をやってるかが分かんないが、とりあえずこれ一個一個も戦わせましょう。なんか離れてるんだよねこれね、投擲系だから離れてるのか。んー、この将軍危ないんだけど大丈夫？あと兵数2しかなかった。これ大丈夫ですね、我々じゃないよね、我々怖いんだけど。ちょっとここら辺が、これだと行くな。どっかポイントを知ってさらにってやろうとするとシフトキーを押しながらねうまくいかないんだよね。動いてんなか動いてないんだからこれ今動かしたつもりなんだけどな。あ、ようやくなんか向き変えて投げてるね。で勝利になってるね。いや分からんけど、まあ勝ったからよしとしましょう。だいたい半分ぐらいかな、敵を 1.5 倍ぐらいは倒したことになっている。というわけでここはまた後ずさりか。え、なんで隠れた今。どうするかな、このまま行かせるかどうか、一旦戻って兵数回復するか。ああ結構遠いね。これまた回復されると厄介だけど兵数かなり減ってるのでまあいいと言えばいい。でここも多分反乱軍のマークだと思うけど、まあ僕ら何もできないんで放っときましょう。では兵数とか回復やっときます。さて今これ敵が一つで、先ほど倒した二つで、もう一個これ出てきたんでね、どうするかな。これそのまま倒してしまっていいでしょ。引いていくで倒したら一旦どっか回復向かってもいいかもね。これも AI で大丈夫でしょう。いやでもまだ全部倒しきってないそっち側に言えんのひどくない、なんかしかも見えなくなってるしで中は入れないか。この2は何だろうな。
ジェネラルとラージタウン、まあこの2箇所選択できるってことかな。さて、じゃあこれ一旦中に入ってん、どうだ、早いんか、なんかぐるぐる回ってるけど、入って多分兵数回復できるはずなんで、できるだけやっていきましょうか。多分兵数少ないのかな、順に本来であればやった方がいいのかもね。で全部回復するのには2ターンぐらいかかるのかな。なのでまた内政やっておきます。あ、ここまたやっぱりなんか取られたな、よそに。多分反乱軍だと思うけど、奥座に、なんか忠誠が低くて取られてしまうので放っといた方がいいかも。今は無理に反乱軍が出るところは相手しなくてもね、良いかもしれない。さてこれ今敵が襲ってきたのかな、なんかそんな感じだね。チョコ材にもこっちがのんびり兵数回復してる最中に、だから2部隊ぐらいでこれ襲っていかないと、まあ、兵の回復が間に合わないような気がするんでね。でこれなんだろう、裏手にもう一個いる部隊、あこれ味方かな、味方だよね。これ星5つなので多分強いんでしょう。この全部の兵でこうすることになるんだけど、これ勝てるかどうか。いや互角だぞこれ。なんでこうなるのかな。では自らで、あこれ一旦まだ引くか。ちょっとでこっちがどっかあるはずなんで、そばの拠点から出せるのがね。これ出しましょう。あ、一旦では届かない。次のターン待ちます。いやこれこっち側からだと届くな。回復しきってないけど、これでやった際にこの中の部隊、あいや戦ってくんない。じゃあこれ中の部隊外出す。いやー互角、これ2つの部隊があっても互角からちょっとはみ出た程度なんでね。だが今回も全部 AI で、倒しきったかな。うわそっちが行くの全部あれ卑怯だよね、ああいう風に帰っていくのね。なるとまた兵数回復がやっておきたいね。立ってもう一回全体図を見ましょうか。結構広いんだよね敵がね。まあいずれにしても上の方に逃げたのもいたけれども、いずれにしてもまずは西側行くのがいいと思う。これ回復は回復しきってない、回復やっときます。今これ収支を見てみると多分マイナスになってるんでね、お金が足らないので、あやっぱ拠点取りに行かないとダメか。だけれどもやっぱ西なんでね、行くとしたら西しか行くところがないので、ここら辺もちょっと気をつけないと。多分兵解雇すれば収支改善する可能性あるけど、うんでも収支なんかプラスになってるね、いつの間にか。たった一旦何もやってないけど、さて兵数マックスになったので、これなんだろうな、この下のマークペナルティーがあるって書いてあるけど、まあでも分かんないんで放っときましょう。そしてまずはこれを左側に持っていく。でもう一部隊もこれ、まあ、全部回復しなくてもね、兵数増やさなくてもいいでしょう、送ってしまいましょう。さて今これ敵がまた襲ってきたね、これ逃げるしかないでしょ。そしてこれ逃げられない。いやうわ鬱陶しいなこれ鬱陶しいな。もう確実にとどめ刺すような戦い方をしないといつまで経ってもやってくる可能性あるので。あこれもう一個いるぞ、まあ3部隊だからあれは大したことないけど、これなんとかしないと。ここまだ回復しきってないけど、これまず寄せといて、でこっち側も寄せましょう。 Engage the enemy.
だから逃げる可能性はある。まあそりゃそうだよね。まあそっち側であるならば、だから届かない、届かない、微妙に届かない。ここで戦おうとすると捕獲なんでこんな敵強いの。これこっち側から部隊出しても届かないか。いや敵が、敵の強さの秘密がね、ちょっとまだ分かってないんで。うわ逃げるの、だがだが、あれちょっと後ろにいるんだけど、もう一部隊。いやでもこれいけるでしょ、うん、これは勝てる。でも壊滅までは持っていけてないと思うんでもう一個行ってもダメか。もう一個行っても見当たらない。こんな遠くまで逃げちゃうんだもんな。いや何があそこまで敵強くしてるのかが分かんないんでね。まあ多分英雄系のね、このヒーロー系がいるのが影響してると思うんだけど、この星6つでなんか変なね、この羽生えたのも影響力みたいな感じあるので、まあ、そこら辺が多分影響してるのかなと。こっち側は星4つだけど、この影響力みたいなものが0なの でもう1個の方は1と1なんで、まあ多分そこら辺なのかなって思うけど。いやー辛い戦いがなんか続きそう。ではやっていきましょうか、うん、逃れたのはあそこにいるけど、これ深追いしても大丈夫かな。敵の数、あまた2部隊になってるね。そして逃げていく。これ左側やって巻き込んだ方が良かったかも。いや左側といっても奥にいるから無理か。これ2部隊倒したかな。いや嘘、まだ生きてんの。いやーきついな、あんな風に逃げられると。かといってこうなるんだよね。これも外で終わらせましょうちょっと待ってくれそれはないわ、そっち側に全力で逃げんの追い切れないよね、これどう考えても。もう一個の方はこっちは兵数十分だけど、ちょっと距離が届かない。これ中入れて兵数回復させましょう。だがあの強いのを倒さないといつまで経っても戦い続いちゃうので、これ裏手から回るかのような形で、うん、まあ大丈夫でしょう、勝てることは勝てる。いや終わんないんだもんな多分この強いユニットを倒さないと当然強い状態が続くので、そこら辺はなんとか追い詰めましょう。そしてよくわからないが、どこかからやってきた船、多分これは勝てんじゃない。なんで急に襲う、あれだ、今戦ってた勢力なんか船で襲ってきたね。Let us now talk. そしてこれ停戦だけど、まあ、絶対結ばんぞこれ。舐めた真似をしやがってからに、もうねストレスにしかなってないんだけど。さて追い詰めることができるかどうか、うん、これで行ってしまえばもう今度はちゃんと敵を全部倒してもらいたいんだけど、なんかバッタって今倒れた、多分一人ぐらいは敵撃ち取ったんじゃないどこ行ったかが分かんないんだもんな。うん、ここにいる一人は撃ち取った、もう一人残っている。あ、これはいけるね、追いついたぞ。あ、何、追いついてないギリギリ届いてないで、もう一人、これ兵力多いんだけど、でも影響力星がないから案外勝てる可能性も。ちょっとこれで打って出てみましょうか。いや勝てなかったバカなことやったな。これ出して向かわせたいけどちょっと届かんか。あとお金がなんかマイナスになってるように見えるのは気のせい。
さて、え、ちょっと待って、これ取られたの今の一瞬で。え、何これ。いや、分からんわそれは。どうなんのこれ。あ、届いてないの。これは当たってるはず。ん、そんなに距離で大丈夫。今回は圧勝。これで強いのを打ち取ったんであれば面白いんだけど、どうなんだろうな。必ずしも敵の大将がなくなるとはね限らないんで。あ、戻るか。だからこれやってても今お金がものすごい勢いで減ってるんでね、これ取るしかないか。包囲が必要。まあ、しょうがないか。もうどうなんだろうな、このお金がマイナスになることによってどういう悪影響があるのか。さて、お金マイナス4000。これこっちが向かわせて、うん、中で戦える。ここ取られたのが本当余計だったな。お金もらったけど、施設とか壊れてなければいいけど、まあリペア必要なものがあるけど、お金がないのでリペアができない。でお金がないので兵数回復もできないんじゃないかな。で敵を倒しても多分だけどお金とか手に入らないと思うので、これ互角やっちゃいましょう。あ、なんか後ろにも部隊いたっぽいな。危ない危ない。大将倒されるとなんなんで、移動しましょう。で左側、こっちがもう取りに行かないとお金がないまま続いてしまうんで、移動していきましょう。さてお金の収支は若干プラスに傾いてるんで、そこら辺期待して、うーん、どうする。まあ行くしかないんでね、どうするも何も。あー、ちょっと待って、なんでこれ目の前にいるの。あ、でも兵数は少ない。届いてないのか。後ろにくっつけましょう。となると兵数回復も当然できない。だが収支は、うん、プラスにはなってるので、次のターン見ても。だからこのいらない、今多分船いらないと思うので、これどうなんだろうな、1ターンのうちに多分100ぐらい使うのかな。これで収支は改善するはず。せっかく作ったけど外しておきましょう。うん、収支次のターンプラス1800になったので、さっき1500ぐらいだったけど、こっちもじゃあいらないかな。今持っておくべきものではないと思う。さて、いよいよここの方向、多分勝てると思うけど、まあ微妙だけど問題ないでしょう。でこの舞台でさらに前に向かわせる。この敵倒すか、ほっといてもいいでしょう。でここ多いで、多分次のターンで落とせると思う。うん、これも向かわせましょう。だけどこの1箇所しかここね包囲に参加できないので、ここら辺はもう仕方がないか。多分だけど英雄と言ったらいいのかな、この主人公というか、この一番前にいるねジェネラル、これだけは何としてでも生かさないとダメなんでしょう。逆にそれ以外であれば多少倒される程度はなんとかなると思うけど、そこまでね気を使わなくてもいいとは思う。で別に将軍とかがいなくてもこの兵士だけでも前に進められるので、まあ後ろからどんどんと増援呼んで、逆に一旦戻して兵数回復してとかね、いろいろな戦い方ができそう。さてこの周辺戦うと、戦ってしまうか。今下の方にもね行けば包囲に参加できそうな感じだったけど、
選挙ようやくお金が溜まり出した。逃げるね。これなんだろう、これシルバー。あー、なるほどね。何かしらものが得られる。でここにも拠点がある。兵士4人ぐらい抱えてるね。うん、こういう風に送ることができるのはいいけど、まあその都度操作するのはめんどくさそうだね。さてようやく兵数回復、全部やっときましょう。一方こっち側も、ここだと兵士の回復はできないのかな。多分ここで雇えるものしか回復できないんでしょう。ならば移動した方がいいかも。これだと軒並み回復できるので、まあ、急いで回復させたいものから順にやっていきます。ではさらに行きましょうか。うん、なんか邪魔だねこの辺りは。ここでの兵士の回復は、まあ、いくつかできる。ちょっとこれ兵士回復やってからで、2部隊補充。これは奥に向けたいが、いけるか。とりあえず包囲やっといて、あとで、あー、でも後ろに部隊がいる。で上の方もまたなんか強い星たくさんのものが出てるんで、あー、これやっぱ倒してないな。倒しきってなかったな。生きてたね。だからこっち側まもなく兵士数回復終わって、こっち側も全部回復終えたらまた西側向きましょう。さて今敵が出てきて襲ってきたので、これ一旦逃げましょうか。2部隊で囲うかのような状況まで持ってきたい。で今中にいた敵が出てきたのかな。あ、そんな感じに見えたんで、さて様子見ていきましょうか。多分この拠点の中にいた、あ、いや、いるな敵部隊。ここら辺もいくつか、まあ、スパイとかその辺りがいるんだけれども、どうするか。これも向けてしまいましょうか。多分ここだと兵の回復できないんでね。では移動させます。この余った部隊も合流させましょうか。うん、まあここがっつりと行くのもいいんだけど、あと上の方の拠点も取らないといけないんだけど、結構やっぱり辛い部分が出てきてるように思う。これ回復し終わったので、じゃあこれを上に向けましょうか。あー、これ行こうと思ったんだけど、またこれ近くに結構強いのが来てるので、これ倒さないと後ろから突かれて終わりそうなんで倒しましょう。この対象クラスを、敵の対象クラスを倒さないといつまで経っても辛い戦いになりそうなので、ちょっとこれ追いかけて、あー、拠点に入ったか、ひょっとしたら。で後ろにもさらに、いや、なんだろうな、敵すごい強いのがたくさんいるんでね。まあ3部隊で行くんで、でこの反乱もちょっとこの対応のする術が全くわからない。なぜこうなってるのかも、まあ可能性としてはこういうスパイ絡みのものが何かやってる可能性があるのかなと思うんだけど、特にこれを倒せるってわけでもなさそうなんだよね。でここまた取られると金銭面が厳しくなるので、で同じく右側もここも、ここ大丈夫だな、さっき赤かったんだけど、ここはなんとか大丈夫になった。あって、あー、こっち側はまたなんか向かい合ってんね。で先に進めなくなっている。一方ここ行けるんじゃないか。あ、敵中入っちゃってるんでね。だから行かないと話にならないんで、いつまで経ってもここで待つわけにはいかない。こうやっていきましょう。で一方こっち側は多分直接戦っても勝てると思う。逃げるね。だがこれによってまた1部隊倒した。そこまでこの戦った際に自らの兵数もなんか減ってないようなので、あん、あ、何これ、あ、ちょっと何それ、ひどいんじゃない、中に入るかのような。戦えないか。
戦えた。これで全滅まで持ってきるはず。え、まだ逃げんの？あれか、他のシリーズみたいに一気に倒せるってわけじゃないのかな。あ、そっか、包囲中か。2回やればなんかほぼほぼね、これだよな。これなんか取られてんだよね。あ、苦々しいというか、なんというか、これの繰り返しになるから。で、これをなんとかする術が今のところわからないので、ここから出しましょうか。で、この場所もいつの間にかこの暴動を起きやすいようなね、顔が赤くなっている。あ、もしかしたらこれが何かやってるのかもしれないけど、対応の術が、なんかスパイとかが敵倒せるとかあっても良さそうなんだけど、そういうことをやってくれる気配がないので、もしかしたら他のユニットがそういうことできるのかもしれない。スパイは単に見るだけとかね、そういう可能性はある。ではこちら側まずやってしまいましょうか。いや、まだ戦いできない。こちら側からだとできる。うん、問題なく。これでね、この人が多分敵の大将か何かだと思うので、これ打ち取るまでできればいいんだけど、なんか自分の方はあっさりね、大将が打ち取られて、向こうだけなんか生き延びてるってのも尺に触る。で、ここにも部隊来ている。こういう部隊はもうここら辺で追いかけましょう。倒すことができた。こう、これでこちら側を倒せればいいけど、届いてなかった。うん、スパイでここら辺、まあ多分これ敵をやれば敵の詳細が分かるとか、まあ、その辺りなんだろうけど、他に何ができるかが分かんない。うん、でさらに行きたいんだけど、なんだろうな、敵わらわら出てくるんだけど終わるの本当にこのままやってて。だから倒していかないとどうにもならないような気がする。この舞台でこっち、ああ違うな、この舞台一つ前向けて、こっち側の舞台でこれを倒す。逃げる。これ、いや、届いてないのか。こうか。いや、逃げるのか。まあこういける、いけるね。いや、ダメだダメだ、これだと逃げるんだよね、こっちもね。いや、これの繰り返しになるから、どうするどうする。まあこれとりあえず倒しましょう。倒しましょうと言っても一気になんか中まできついな、このゲーム。手立てがないんだよね。上の拠点取りに行くか。もうそうなると兵糧攻めみたいな感じでガンガンやっていかないとダメのような気がするけど、うん、ここでまた反乱を起こされそうな気配があるので、いやいや、ここもう絶対倒しきりたいな。Until next time. 本来であればもしかしたらここで輪を結んで他、あ、今別勢力から襲われてる。なんでだ、今ここが包囲されたんでね。いつの間にかこの一つの軍団が北側が全部敵になった。いやー、ちょっと厳しいんじゃないそれは。今直前こうは来たのを結んどけばよかったとか思ったけど、今更だよねそれはね。2ターンぐらいはかかる。とりあえずここ包囲やっときましょう。一方こっちが何か仕掛けてきたんだろうけれども、うん、手当てがわからないってのはもうどうにもならんね。うん、これだもんなちょこちょこ逃げられるから。だからここで一網打尽にはできるはず。
だからそれでも逃げてって、しかもいい感じに拠点の中に入るんでね。どうす、何かなんかあるのかもしれないけど、まあそれが分かってないので、とりあえずもうちょっとこのプレイは終えたいと思います。まあ多分、まあ何かあるんでしょうということで、ちょっと自分はもうこれ以上は手当てがねできないんで、まあさすがに英語のみだと難しいということで、まあローマのプレイはこれで終えたいと思います。まあもしかしたらローマ2やる際にゲーム内容を把握して戻ってくるかもしれません。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。ではでは。